ある婦人の肖像は、ヘンリー・ジェームズによる長編小説。1880年から1881年にかけて、ザ・アトランティック・マンスリーマクミラン、S マガジン誌に掲載され、1881年に出版された。一般に、ジェームズの初期の最高傑作とされる。そのため、数あるジェームズによる小説の中でも、特に著名かつ人気である。 主人公の若く元気なアメリカ人女性イザベル・アーチャーは大金を相続するが、二人のアメリカ人駐在員によるマキャベリ的陰謀の犠牲になる。彼女は圧倒的とも感じられる自身の運命に立ち向かう。ジェームズによる他の多くの作品と同様にヨーロッパが舞台で新世界と旧世界の違いに対するジェームズの継続的な関心を反映しており、多くの場合は、 前者が犠牲とされる。また、個人の自由、責任、裏切りをテーマとして、深く扱っている。ザポートレートオブ、エーレディー、ニューヨーク州アルバニー出身のイザベル・アーチャーは、母方のおばであるリディア・タッチエットに招待され、父親の死後、ロンドン近郊の彼の邸宅にいるリディアの裕福な、夫、ダニエルを訪ねた。そこで、イザベルは、彼女の叔父、彼女の友好的な、 向こうナイトコラルフタッチエット、そしてタッチエットの頑強な隣人、ロード、ウォーバートンに出会う。イザベルは後に、ウォーバートンの突然のプロポーズを断った。彼女はまた、カリスマ的な息子であり、裕福なボストン工場の所有者の相続人である、キャスパー・グッドウッドの手を拒否した。イザベルはキャスパーに惹かれるが、彼女の独立へのコミットメントは、そのような結婚を排除し、彼女は、 彼女の自由の犠牲を要求すると感じていた。長老のタッチエットは病気になり、息子のラルフの養成により、彼の死後、財産の多くをイザベルに残した。彼女の大きな遺産を持って、イザベルは大陸を旅し、フローレンスでアメリカ人駐在員のギルバート・オズモンドに会う。イザベルは以前にウォーバートンとグッドウッドの両方を拒否していましたが、オズモンズのプロポーズを受け入れます。 イザベルがタッチエットの邸宅であった別のアメリカ人駐在員である熟練したが信頼できないマダムメルルによって積極的にプロポーズされたことに気がつかない。イザベルとオズモンドはローマに定住するが、オズモンドの圧倒的な自我と妻への真の愛情の欠如のために彼らの結婚は急速に悪化。イザベルはオズモンドの最初の結婚で娘と推定されるパンジーが好きになり、 若いアートコレクターであるエドワード・ロシエと結婚したいという願いを叶えたいと考えた。卑劣なオズモンドはパンジーが以前にイザベルにプロポーズしたウォーバートンのプロポーズを受け入れることを好むであろう。しかしイザベルはウォーバートンがパンジーに再び近づくためにパンジーに興味を持っているように見せかけているのではないかと疑う。紛争は 不幸な結婚の中で、さらに緊張を引き起こす。イザベルは、ラルフが、イギリスの彼の辞書で死にかけていることを知り、最後の数時間彼のところに行く準備したが、オズモンドは勝手にこの計画に反対した。一方、イザベルは、義理の姉から、パンジーは、実際には、オズモンドと数年間不倫関係にあった、マダム・メルルの娘であることを知った。イザベルは、パンジーに、最後の訪問をする。 パンジーはいつか戻るように必死に頼むが、イザベルはしぶしぶ約束。それから彼女は意地悪な夫に言わずに、イギリスで死にゆくラルフを慰めるために去る。そこで彼女は彼の島で残る。グッドウッドはラルフの邸宅で彼女に出会い、オズモンドを離れて彼と一緒に来るように彼女に頼んだ。彼は情熱的に彼女を抱きしめてキスしたが、イザベルは逃げた。 グッドウッドは翌日彼女を探し出すが、彼女はローマに向けて再出発したとされる。しかし、この物語の結末は曖昧であり、読者はイザベルが高貴な悲劇で結婚に苦しむためにオズモンドに戻ったのか、それともパンジーを救い出してオズモンドを離れるのかについて疑問に感じるようになっている。ありがとうございます。